お疲れちゃんさらです。今日ですね、こちらの高画質三重視やっていきたいと思います。はい、こちらですね。なんと意味がわからないことができます。はい。タイトルがサムネイルあると思うんですけども、エリポン置いて、スケヒースピ出して、もう一回エリポン置くっていう、この無限エリポン地獄デッキです。はい。意味がわかんないじゃないですか。エリポンでスケヒースピでエリポンってなると思うんですけども、まあ、簡単に説明しますと、まあ、チャンピオンのね、特性を活かしていきます。はい。チャンピオンはね、場に出てると、カードサイクルがね、ぐっちゃぐちゃになります。はい。クラロワって、基本的にね、あるカードを避けます。まあ、なんでもいいんですよ。ゴレでもいい。まあ、ゴレ出します。そしたら、4枚ですね。ダクネ、メガゴ、ベビドラ、スケドラ、出したら手札にまたゴレが回ってくるんですよ。そう、っていうのはもう決まってるので、まあ、あるカード出してから4枚出すと、また戻ってくるんですよ。そう、出したカードがね。だからそれが3枚になるんですよね、チャンピオンがいると。そう、なので、まあ、ゴレナイが場にいると、エリババ出してスケヒースピウッドでエリババ、エリババ出してスケヒースピウッドでエリババができるんですよね。さあ、これをミラーありでやると、エリポンエリポンスケヒースピ、エリポンエリポンスケヒースピ、はい、こちらが完成するんですよね、ということで、このマジのね、もう意味のわからないズル戦術ね、ちょっと今日は戦っていきたいと思います。これライトニングか、あ、全然違った、何これ、やばい、本当に稀に見る意味のわからない固め三重視だと思うんですけども、まあそういう日もあるねまあまあええねん、何でもええねん、あんなのもうエリポン置ければね、僕は何でもいいですよ。あ、さあ、もうチンパンだな、もう、まあ環境が環境なんでねみんなこんなんだからな、よいしょ。痛いって。さあ、エリジェイです。はい、エリジェイはね、まあ、ライトかロケで、相手の片手見ないね、ライトニングっぽいですね。さあ、これはね、熱いですよ。エリポンがすんごい刺さります。はい。で、まあ、ゴルナイが場に出てるときに、まあ、スケヒースピで出せるんで、まあ、なかったら、まあ、スケヒースピウッドになるだけって感じかな。そんな変わんない。さあ、まあ、一旦ね、エリポン置きます。一旦置いて、2倍タイム3倍からね、ゴルナイが場にあるときに、エリポンエリポン、スキヒスペエリポンエリポンで、まあ、30社飾りだよねっていうのをね、本当に、このデッキはね、物語ってます。30社飾りやんって。何やあのカードって。よいしょ、さあ、ゴルナイ。さあ、エリポン置きたいよ。エリポン置いてく。まあ、ライト打ってこないかな、これでも。あーで、ここ範囲でやってくる。頑張れるぞ。さあ、ここは一旦耐える。ベビーメガゴちょっと嫌だな。さあ、ベビーメガゴがちょっと嫌なので一旦耐えて、これライト来たらもう一回リポンクだけなんでね。あれだね、置かずにね、多分一回ブッパをしたいんでしょうね、多分。で、僕ミラーもあるので、さあ、また固めながら、飛来進出するユニットが何もねえな、これ。うん。いや、でも耐えれそう。エリポンコ。なんかね、守れそうな時はエリポン置いた方がいい。エリポンコ。で、これ、もう一回エリポン受けるんですよ、これ。いや、さすがにユニットだな。ちょ、一旦守ろう。さあ、まあ、ライトなんでね。固めとく。取り抜ける。いや、これ三重視にやるべきでしたね。まあ、一旦の、エリポン。マジで。ノーミスいかれてるんですよね。僕。エリポンかなきゃ気が済まないんですよ。この見て、美味しいエリポン。これでさ、打たないんだよ、相手ライトニング。やばいよね。意味わかんないし、相手も。これ、ライト打たないんだよ、こんな美味しいのに。マジで意味わかんなくない？意味わかんないんだよね、本当に、最近。クラロワが。そう、さすがにね。よいしょ。
来ました。俺のターンです。ああ、それはまあ諦めてますね。で、こっからは、マジで、なんて言うんだろうな。チンパン。三重詩がね、飾りなんでね。はい。もう、エリババで終わりです。はい。お疲れ様です。マジ。まあ、最初はね、今回は、まあ、相手がライトニングなのもあって、すごい活躍してたと思うんですけども、まあ、本当エリファン、ガチでエリポン置いて、エリババ最後出すだけっていう。いや、でも、これがね、まあ、本当に、最近三種強いですけども、まあ、その三種の強さを、まあ、最大限活かしたというか、まあ、なんか、わかりやすくね。なんで最近三種強いの？これです、はい。ただの、まあ、ゴルナイ、エリババ、エリポンゲーが強いって感じですね。さあ、まあ、陸受けめっちゃ多いとかでも、まあどうだろう、全然逃げ切れそうな気がする。さあ、スケボンバー、あ、これもエリジャイじゃないですか。でも、まあ、エリジャイしかいないっすよね、普通に。うん。まあ、エリポン一旦置くね。これロケ打つコストないでしょ。あ、でもこれエリババにロケ打たれんの、これ結構渋いな。そう。おお、これ美味しいな、外。これだってさ、回復できるんだよ、俺、ヒースピで。え？爆美味しくない？いや、でも、え、待って、16強っ！え？美味しいとか、そんなこと言ってる場合じゃねえ。16レベル、やば！待って。今、ガチでビッたんだけど。俺、もう完封できると思ってたもん。マジか。あ、で、これ相手、多分ミラーなんですけど、スケを使ったんで、ミラーないんですよ、今。いやー、これお気得だな、さすがに。よし。デリババで守る。よし。ええやん。まあ、でも、スケボンバーで、結構陸行きが豊富めなんで、気をつけていきたいですね。これ展開しちゃおう。で、あー、さすがにどうせ来るね。まあ、ヒースピで回復したいね、俺は。まあ、セパかな。まあ、ボンバーがやばいね、これ。よいしょ。芝行きながら、エリポン置いて、よし。エリポン来ます。まあ、エリババにロケットがね、やっぱ突破される、怖いかな。まあまあ、でも、出すしかない。マジで強い。16やばい。うわ、16やばい。待って。あ、これで負けんだ、今の環境。そりゃ勝てねえよ、誰も。これやば？いやー、まあ。無理だね。まあ、無理なこともない。16エリジャイの強さを、もうちょっとね、覚えとかないといけないね。そう。なんか、ミリ残りで、本当にめっちゃ削るんですよ。今見てもらえればわかるんですけど、ミリでめっちゃ削るから、その、あ、このミリは届けても大丈夫っていうね、やっぱこう、許容の精神があるわけですよね。それがダメなんです、はい。このミリは大丈夫じゃないんですよね。それをね、やっぱ覚えておかないといけない。16レベルは、ガチで、しばかないといけない。そう、もう、溶けるまで、フルブッパーで溶かさないと、いかれるっすね。そう。っていうのが今分かりましたね。ガチで。ああ、まあ許容でいいじゃんっていう、ダメです。許容じゃダメでした。さあ、いいよ。耐えてく。フェノファイナルじゃん。フェノちゃん。ジャイスパのミニペーいるね。いるよね。で、スケブもあるね。スケブはねえか。いや、スケブがゴムレコウモリ。ミニペ、ジャイスパ、ヤザップ。
ジャイスパヤザップコウモリガガモリミリップミラーだ。あ、スケブないっすね。ヤザップミラーですね。ガガメ無理やん、これ。これ、無理っすね。どうしようかな、これ。エリコン置いたら死ぬ気がすんな。でも、そうっすね。置いたら多分、ジャイガガモリ来て行かれるんで、一旦置かないプラン。めっちゃ冷静なやついたな。やばーい。いや、溶かせ。いや、ガゴムレー。このガゴムレーはね、もう諦めるしかないっすね。来るだろ、こんなん。エリポン行っちゃおう。まあ、これは無理っすからね、しょうがない。いや、強っ。いや、さすがにそれは通らんだろ。と思いながら。行ってこい。いやー、めっちゃいい教養になるな、それ。残れ。わ、残んないんだ。あー、マジでやばいな。なんだこれ。無理です。まあ。今日はね、エリポン貯める日なんでね。そういう日もあります。いや、あれかな。途中さ、30時展開しちゃってけどさ、スパーキーに。あれも出さなくて諦めてもよかったかもね。そう、エリポン貯めることだけに、フルブッパしてもよかったかもね。中途半端になっちゃった。いやー、ちょっと勝たないとね、エリババとスパーキーね、今んとこ。じゃあ、エリジャイとスパーキーね。さあ、来た。クラン名と名前が一緒の煽り中。一旦エリモーね。エリジャイか。あっちゃくいば、ロイホグか。あっちゃくいか。なんだろうね。なんでもある。ああ、エリジャイっすね、インドラ。うん。さあ、来ないのはでかい。おお、違う。いやー、これはまあ、受けってことで、言い場出しちゃった。取れねえだな、これ。これウッドだけでよかったかも。まあいいや。さあ、ラム。アチャクインのラムか。メガラムか。久しぶりに見ましたね。メガラムだ。すごいな。エレジャイ引いたらめっちゃ大変そうですけどね。まあ。俺は気にせずね。エリポンクだけなんでね。はい。しっかりエリポン置いて、相手がライトニングだったので、まあ30周出すにしても固めてかな。そう、固めて、あとはエリポン。まあ、これ8枚目がないとくるんじゃないですか。まあ、ゴルナイヒースピー。あー、来ないか。いや、エリポンミラー起きてーけど、圧着イマジ強いんでね。一旦我慢。で、この間にスキットが出すと、カードサイクルね。はいはいはい。エリポン来た。いや、いいよ。で、これは絶対残るっすね。よし。いいね。で、これも、もう固めっすね。固めて、止めて、ウッドして、よし。まあ、ダメージね、全然抑えれてるんでね。やめて、痛い。さあ、回して。いや、このエリポン結構でかいっすよ、溜まってるの。
やばい、変なヒースピした。いや、でかい。いや、頑張ってる。お、さて、これ俺のターン来たな。行ってこい、エリババからの。どっちか、あ、こっち反対にエリババ出して、これ勝ったっすね。はい、もうメガナイト出すんで、もう無理です。真ん中メガか。あ、うまい。でも突破しちゃうんだよな多分これ。強すぎてごめんなさい陸。あー、頑張ってる。エリババが頑張ってる。さあ、いや、これが気持ちいいんですよね、本当に。そう、気持ちいいんですけども、意外とね、うまくいかないね今んとこ。そう、エレシャイ16がね、予想外すぎたな。結構いかれましたね、あれ。ちょっとリベンジしたいね、もう一回エレシャイに。さあ、レックス。エリポンゲーしてこい、エリポンゲー。さあ、回んないね、エリポンがないね、今。ウッド。こう見ると環境高回転全然いないっすね。ウッド弱体化もね、あったとはいえ。あー、着衣ロング、吐き気か。あー、これロケットだな。これ、綺麗な走りで。いた！これ、ロケしかないと思うんだけどな。迫撃か？あー。さあ、着衣の、迫撃です。こうなるとちょっと嫌ですけども、まあ本当に最後のエリババダッシュですね。そこまでは耐えたい。ディガー5まで来んのかなこれ。いやー、でかい。ゴルナイだとね、エリポンいてゴルナイで拾ってもう一回いけるんですけどね、エリバ、あれ、エリポン。ウッドないんじゃないこれ。お、でかいでかい、スイーツゲーム。いや、それエーペックスやん。ニルさんのスイーツゲームやないかい。スイーツゲームに来た。いや、でかい。マジで、いや、もうそっち許容許容許容。やる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 。そんなのどうでもいいどうでもいい。右サイドだって狙ってないもんね。これ既読じゃない？ちょっとごめんね。本当に。美しくないプレイではあるけど、それこそが美しいみたいなところ。いや、マジで。いや、いいよ。で、次、スケか？お？しばけ、しばけ、しばいた！やばい。ウッド？ああ、これ。諦めないか。いや、でもいいよ。一緒にエリポンいってるよ。いや、殴ればいいよ。うん、待って。殴ればいいどころじゃない。良すぎる。行ってこい。行ってこい。走って、いいジャンプ、華麗なジャンプを決めてく。世界一美しいお前のジャンプは、行ってこい。さあ、ウッドで回して、さあ、またスイーツ来るない？エリババー。やば。30種マジいらんやん、これ。よし。走れ。ヒースピもね、しっかりね、一緒に飛んで、レッツラジャンピング。いやー、いいね。決まるとね、そう、決まると気持ちいいのよね。決まんないこともあるけど。いや、でもこれがね、マジで変な快感を得れます、これ。決まるとマジで楽しいっす。ちょっとやってみてください、皆さんもこれ。ちょっとエレジャイもう一回リベンジしたいな。エレジャイ16の30子が攻撃した時のカウンター量がね、えぐいね。なんかめっちゃ削られたんだよね、あれ。いやー、さあ何来るかな。もう一戦いっちゃう。さあ、スイープだ。スイープ、なんか、エレジャイだった気がすんな。エレジャイザッピーで、なんか、世界一取りましたよツイートしてた気がすんだよな、なんか。スイープ、元プロっすね。海外の。まあ、マジで来たら即、あれ？なんか、ペッカ工場みたいな。本当に？ゴルナ走らしちゃうかと。
わあすごいな許容語。そう。回復しながらダッシュも使いながら、おうま、俺待って、まガチでたまたまうまくいってる防衛せいよ。これなんなシャシャリ行ってこい。でもなんか受けきつそうじゃん。ああめっちゃいいザップきた。いやでもだよね、これ残り400だよ。これだってペック来たら遅れてリーババスケすればいいだけだよ。ペック来てほしいな。さすがに来ないか。いやー許容でいいもんね。一旦エリポン行こうかな。エリポーン、ファイブポーン、もう一回エリポーン、ポンポンポーン。エリポンってスキヒースピーウッドでもう一回エリポン蹴るっすね。まあいい、まあまあまあ。読みザップ。あ、さすがに工場って釣ってくるか。あ、でも同サイド釣りは甘えが見える。よし。さあでこれペッカとの間にスキを挟んであげたいね。優しさの。こうすることによってあまりペッカが、ペッカじゃねえ、あの魔女ちょっと許せんの。よいしょ。ああすごい仲良し小良しエリババゴルナイ。これ誰がエリババで誰がゴルナイか分かんないんじゃないこれ。さあ来た、決まってくー。えぐい三重詩出したっけ、もう覚えてねえよ。さあナイスということでこちらね、マジでガチでやばい。まあ、全てがやばいですね。三重神もエリババもゴルライもエリババもミラーも、まあ、スケもイースピも、まあ、疑うそれなりに許してあげましょうか。はい、ということでこちら皆さんもぜひね、まじ変な脳汁出ます、楽しいです、使ってみてください。ということでよければチャンネル高評価もねお願いします。ではお疲れ様でした、またね。